皆さんこんにちは。中学3年生15歳のいいちゃんことみゆと、小学6年生11歳のこみちゃんことみゆです。この放送は運転しながら、電車に乗りながら、朝の準備をしながら聞いてもらえると嬉しいです。何気ないテーマでお話をするコーナー、ながら2位も始まります。ながら2位も、はい、今日は何のテーマを話しますか？今日のテーマは、好きなアイドルさんを一緒に話しましょう。はい、こみちゃんと多分好きなアイドルさんが同じなんですよね。はい。何が好きですか？乃木坂46さんが好きですね。おお、はい。他にありますか？なんか AKB48 さん好きですね。はい、わかります。乃木坂私も好きなんですけど、はい、好きなメンバーいますか？好きなメンバーは、卒業しちゃったんですけど、西野七瀬ちゃんが好きだったです。同じですね。はい。どこが好きとか言えますか？どこが好き？もうとにかく可愛くて、私おしゃれが好きなので、おしゃれですよね、あの方。はい、おしゃれ、あの方おしゃれです。おしゃれが好きな方がすごい好きなんですね。はい、モデルもしてますもんね。してますよね。ね、はい、すごいですね。誰が好きなんですか？私も西野七瀬ちゃんが一番好きで、はい。あとは今いるメンバーは、はい、与田祐希ちゃん知ってますか？与田祐希ちゃん知ってます。可愛いですよね。はい、他の。私は、はい、星野みなみちゃんが好きですね。わ、はい、かります。待ってそうですね、はい、じゃあ乃木坂で好きな曲は何ですか？ガールズルールがこの頃好きですね。はい、確かにずっと聞いてますよね。そうなんですよ。ですね、はい、みゆは西野七瀬ちゃんが初センターをした気づいたら片思いが好きです。確かに、私この前聞いたね。一緒に聞いたね。好きですね。じゃあ乃木坂って最近好きになりましたか？最近好きになりました、ね、なんか急に好きになりましたよね。はい、なんかいいちゃんが好きで、なんか調子乗っちゃっていいちゃんが好きで、私もずっと見てて好きになりましたね。うん、はい、おそうなんですね。はい、いいちゃんのおかげですね。おすごい。じゃあちょうど入れ替わりみたいな感じですね。はい、いいちゃんは今どんなグループが好きなんですか？今は、はい、ご当地アイドル、はい、の方が好きなんですけど、まあ乃木坂も好きですよ。よかった、一緒ですね。一緒ですね。はい、何ですか？どうしよう。次のテーマは、うん、何にしようか。にも。ということ。ということ。アイドルっていつから好きですか？アイドルは、小学校4年生ぐらいの、七瀬祭りでまいちゃんを見て好きになりました。いーちゃんはどうやって好きになりましたか？いーちゃんは本当にもうちっちゃい頃から好きだったんですよ。幼稚園ぐらいから AKB さんが好きで乃木坂になりましたね。あれですか、クラスでも好きな人いますか？あの乃木坂とかアイドルさん。それが私だけなんですよ。いいんですね。みゆもおらんかった。それとなんかクラスでは意外とストップリーさんが流行ってますね。確かに女の子人気ですよね。結構好きっていう人が多いんですよ。うんうんうん、あんまり私知らないんでやめとけ。そうなんですよ。そうですね。はい、うん、はいはい、はい、もうどうする？泣くな。泣いたら終わりだよ。どうすればいい？分かってくれるな。ダメダメ。何？フロンテとか。いやからい。待って、これ止めれる？止めない止めない。だって止めたら力終わりや。うん、確かに力なるよな絶対。もう止めない。じゃあどうすればいい？どうすればいい？もう黙れるちゃう。どうすればいい？もうこんない。いちゃんが悪い。ダメだな。でも。もうどうすればいい？これは無理だよもう。でもまだカットできる。まだ2分しか経ってない。よし気を取り直して。はい、頑張りましょう。オッケー、よっしゃ。はい、じゃないんですよ。
いません。はい、じゃあ最近好きな YouTuber とかいますかね、はい、いーちゃん。YouTuber マジで見ないんですよ。私、TikTok とかありますか？なんか見る TikTok は見るけど、はい、好きな可愛い女の子しか見ないんですよ。あで私は、うん、何ですか？何ですか？はい。私は乃木坂の、うん、あ乃木坂さんの、うん、あのライブ映像とか、ライブ映像とか、わかります。そう、最近は乃木坂工事中っていうのにハマってます、ね、あー見てるんですか？見てるんですよ。でも前すごい可愛い録画してた。そうなんや。今でもあるんですか？多分ある。じゃあちょっと今度見てみよう。多分深夜にあるんですよね。なんかいーちゃんは最近思ったんですけど、うんうん、笑い方の癖が強いですよね。関係ありますか？そうですかね。はい。で自分で思いますか？思いません。でも引き笑いってめっちゃ言われる。はい、なんかそうですよね。そうですよ。なんかちょっと言っちゃダメかもしれませんが。何ですか？やめてください。何何なんか鼻が詰まった笑いをしますよね。そうだ、確かに。なんかさ、なんか笑いの種類結構あるよな。うん、なんかコミちゃんどんな感じかな。なんか豚みたいな。いいちゃんの笑い方いいみたいな。そう、私ってどんな笑い方？コミちゃんどうやって笑う？わかんない。なんかコミちゃん声出して笑わんくね。あー確かに、なんか私あんま声出す人じゃないので。まあ、はい、おとなしいタイプ。そうなんだ。なんか喋るときは全然そう、うん、何そんなん喋らないんですよ。うんうん。いーちゃんどんな感じですか？何が何がちょっと何がじゃない。話続けよう。もうこれからこっち続けて。そういうことやるからさ、いーちゃん悪いんだよ、わかるね。あ、ちょっとここはカットでお願いします。はい。話し方じゃあこれからまた続けていきます。はい、次何じゃあ次は何が。ミニちゃんもちょっと考えてよ。いやでもまだこの笑いを時間かかったけど、でもちょっと締めをせんといけんよね、やっぱり、うん、もう締めはいいちゃんやろ。よくない。あんたや。あんたさっきからずっとさ、ちょっと待って、ちょっと待って、話続けてるんだからさ。じゃあ締めどんな感じ。締めはいいちゃんで、ね、締めはいいちゃんでさ、どんな感じ締める？普通に締めって。もうどうしたらいいの。やばいよこれ、カットだらけ。もういいちゃん、ちゃんとしてよ。知ってますよ。何何何知ってますよ。待って、そういうところじゃないやって。もう知らんよ。もう気を取り出した。どっから OK。 どっからさ、じゃあ今ハマっているメイクとかありますか？今ハマってるメイクですか？はい、どんな感じの。なんか、うんうん、あのメイクのそのブランド色みたいな。ブランドブランドブランドわかりますか？なんかそう、ジルステアートとか、どこが入ってますか？ジルステアート。カットでお願いします。もう一回行くか。コミちゃん、コミちゃんジルステアート好きだな。もう一回もう一回もう一回。はい、何ですか？何今ハマって。じゃあ今ハマっている、うん、いーちゃんが今ハマっている、うん、メイクのブランドとかありますか？コミちゃんはどこですか？ジルステアート。そうなんですよ、わかりましたか？ジルステアートですよね。でも確かに顔がすごくいいですね。はい。そうなんですよ。目は決まってないですよ。はい、普通にペンペンって。あ、まあなんか可愛いのがあったら買うって感じです。そうですね、はい。なんか今年のバレンタインも過ぎちゃったんですけど、はい、なんか女の子と交換したりしましたか？してないですね。あなんか学校で持っていっちゃいけんくね。いや、なんか私はあの、うん、家に帰ってそう遊びに行って交換したりしました。はい、うわ、なんかイベントであったじゃん、ファンの方にあげる、はいはい、あれが精一杯で頑張ったな。はい、ということで、ちょっとね
今日はいろんな話をしましたね。いろんな話をして、ちょっと申し訳ないじゃない、カットだよ全部。ということで、今日はもう一回だ。ということで、今日はテーマはいろいろ。いろいろね、あのアイドルさんから、アイドルさんとか話して、すごい楽しかったですね。じゃあまた、見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお話しします。以上、ニーモのイーちゃんことみゆとニーモのこみちゃんでした。せーの、バイバーイ。